何種類かあるんですが、ちょうどありますね、目尻眺め。あ、北川さん、これ彼女のとか？違いますよ、今はひな人形にもまつげがついているものがあるので試しに買ったんです。この子なんですけど。やば、かわいい。今こんななの？買ってもらったらガチで嬉しいやつじゃん。てか着物柄バラだし。今のひな人形は口紅の色をピンクやオレンジにしたり、頬紅を入れたり、髪も茶色がかった黒や金髪の人形もあるんですよ。へえ、かわいい。つかギャルじゃん。俺にはまだわからないんですが、じいちゃんたちはひな人形の眉を見れば誰が描いたものかわかるそうです。え、すごっ。でもこれらのひな人形は一目で誰が作ったのかわかりますよね。うん、俺も、うん、俺も将来そんなひな人形作れるようになれたらなって。あ、すみません、余計な話を。なれるよ。なれるよ、五条くんなら絶対なれるよ。ありがとうございます。あ、